それでは皆さん、今日もアクトルと一緒に筋トレを頑張っていきましょう。今日はふくらはぎです。ふくらはぎを頑張っていきましょう。まずは足を平行に揃えた状態でかかと上げを頑張ってください。上げるときは素早く上げて、下ろすときにゆっくり力を使いながら下ろしてみましょう。それでは皆さん、残り3秒です。準備をしていってみよう。It feels like I might fall apart. I keep trying. Sun's coming up and the glare is so blinded. I'm sick of hearing and seeing all. このカーフレイズというふくらはぎのトレーニングは、下ろしていく動作がとても重要になりますから、皆さん下ろすときに3秒ぐらいをかけてゆっくり下ろすことを意識しながら頑張ってみてください。それでは残り半分です。皆さん残りも頑張っていきましょう。Me a vine to climb and I'll top it. Grow yourself a spine, got mine, that's a promise. Take a deep breath and head towards the darkness.The light at the end wasn't put there by no novice. My hand I extend, so welcome to my office. No time to repent, we're building and not stopping. それでは皆さん、次のトレーニングを行っていきましょう。次はつま先を内側に向けた状態で先ほどと同じ動作をしていきます。もしこの動作が簡単だと思われる方は、階段などの段差を利用して行ってみてください。よりストレッチがかかるので効果的にできます。それでは皆さん、残り3秒です。一緒に頑張って残り突っ走りましょう。Watch me as I go, watch me as I grow, yeah, I'm the fucking show.それでは皆さん、残り10秒です。ラスト10秒も頑張ってやっていきましょう。それでは次のトレーニングを行っていきます。次はつま先外側に向けて行っていきましょう。かなりね、ふくらはぎ疲労が溜まってきて辛くなってきたとは思いますけど、皆さんここが踏ん張りどころです。残り半分になりますから、皆さん最後まで一緒にアクトルと乗り越えていってみましょう。 3J I put it on display、Got all I need and it's up inside my brain、I will succeed cause I tell myself that every day。皆さんだんだん疲れてきてるのは分かりますが、下ろす動作だんだん適当になってきてませんでしょうか。適当にならないようにゆっくり力を使って下ろしていきましょう。それではね、残り皆さん引き続き頑張っていきましょう。 It's fight and sleep, that's the hardest fight. But when you sleep, someone's passing by. You better try harder and fight smarter to go farther. Become your own monster called a self-starter. And we gonna take it slow, and we gonna make it out this hole. And ain't nobody stopping.それでは次のトレーニングを行っていきましょう。次は片足ずつ行っていきます。20秒経ったら足を交代して、残りの20秒は反対の足で行っていきましょう。これもしっかり下ろす動作を意識して頑張ってみてください。上げ切った時に少しキープできるとさらにより効果的ですから、そこまで意識して皆さん頑張っていきましょう。それでは皆さん、足を入れ替えて行っていきましょう。それでは残り半分頑張って。それでは皆さん、次のトレーニングです。次はつま先の向き、正面外側内側と1回ずつ入れ替わっていきますから、皆さん足を入れ替えて頑張っていきましょう。それでは皆さん、残り10秒です。これが終わればラスト1種目になりますから、皆さんここは頑張って粘ってください。それでは残り5秒準備をして一緒に頑張りましょう。 Now what do I do? Pick up the pieces and goWe'll be right back.
それでは皆さん、これが最後のトレーニングになりますから、皆さんもうふくらはぎが限界だと思いますけど、一緒に頑張って乗り越えていきましょう。次はかかとを少し浮かした状態で頑張っていきます。少し浮かした状態でキープしていくことでさらにふくらはぎ効いてきますから、残り5秒です。準備をして一緒に最後乗り越えましょう。それでは皆さん、片足で行われている方というのは反対の足で残り半分頑張っていきましょう。それでは皆さん、残り最後一緒に乗り越えましょう。皆さん本当にお疲れ様でした。今日もよくアクトルと頑張っていきましたね。明日も頑張りましょう。はい、ということで皆さんどうでしたか。今回なんですけど、ふくらはぎだけを狙ったトレーニングを行っていきました。いつものトレーニングは腕だったりとか体幹、そしてヒートトレーニングのような体脂肪を燃焼させるトレーニングが結構僕の動画では多いんですけど、初めてふくらはぎだけの動画を出させていただきました。はい、足といっても大臀筋、お尻の筋肉なのか、大体四頭筋のような大きいね、太ももの筋肉なのか、ハムストリングだったりとか、あとはこういうふくらはぎみたいなところの筋肉も部類が結構分かれていて鍛えることができます。なのでこういう形で分けて鍛えることによって何がいいかっていうと、まあ、もちろんですけど、そこにねピンポイントで刺激を与えられるので、なので皆さん筋トレをされる際っていうのは、どこに今自分が効いててどこを狙っているのかっていうことも意識しながらやってもらうと、より一層効果的です。これは意識の問題なんですけど、意識するだけで本当に変わってきますし、何も意識せずにただただ筋トレをするっていうのと、意識をしながら筋トレをして効かせていくっていう方法では全然結果がね変わってきますから、皆さんも今どこに効いてるんだっていうことを感じながらやってみてください。それでは今回はこれで終わっていきたいと思います。お疲れ様でした。また明日もアクトルと一緒に筋トレ頑張っていきましょう。それでは皆さん、また明日お会いしましょう。さよなら。